NCC が長崎にポジティブな風を吹かそうと取り組んでいるネクスト。県とコラボして少子化対策や子育て支援などのテーマを考えていきます。題して未来へのエール。今回は今年で22年目を迎えた長崎県独自の運動、心根っこ運動です。心根っこ運動っていうのは、子どもたちの心の根っこを育てるために、大人の在り方を見直して、みんなで子育てをしようという県民運動になります。今月は心根っこ運動協調月間。運動を多くの人たちに知ってもらうため、6日に県内の39団体およそ350人がパレードを行い、青少年の非行や犯罪被害の防止と健全育成を呼びかけました。一般的な健全育成活動っていうのは子どもに焦点を当ててるんですけれども、心根っこ運動っていうのは大人に焦点を当てた運動となります。で、大人の振る舞いっていうのを見直すことで、子どもたちの手本となるような行動をしましょうねっていうような活動になってきます。新型コロナの影響で3年ぶりの実施となったパレードでは、長崎女子商業のバトン部と吹奏楽部が演奏を披露しながら、およそ1時間半長崎市浜の町のアーケードなどを行進しました。まずは心根っこ運動というこの長崎県の県民運動の名前を知っていただいて、そしてですね、これは大人の運動だと、大人みんなで子どもの心を育てる運動だということを知っていただければなと思っております。県は家庭だけでなく地域で子どもたちの心を育てていく取り組みを継続していくことが大事だと話します。大人はどういったことをしたらいいんでしょうか。はい、例えばですね、子どもたちがスマホの長時間利用していると気になりますよね。子どもたちのことばかり注意してしまいがちになるんですけれども、自分がスマホを長く使ってたりとか、子どもたちから声をかけられたときにスマホをいじりながらですね、答えてしまったりっていったようなことはないのかなっていうのを、まず振り返っていただくことが大事かなと思います。大人の方からぜひ子どもたちに声をかけて、近所の子どもたちと顔見知りになっていただくことで、子どもたちも安心して挨拶ができるような環境になるんじゃないかなと思います。地域の子どもたちはもう地域の宝ですから、ぜひ周りの子どもたちにも声をかけて、子どもたちが安心して過ごせるような地域づくりをしてほしいなと思ってます。